超猫舌。あっつ。バイト暮らし。サンタクロースは知ってるよね。いや、知り合いじゃない。この男、実は兄弟のふりしてここに住んでいるのは何のためでしたか。普通の暮らしをするためや。トラブルや喧嘩はダメ。そんな彼らに迫る逃れられない過去。俺だよ、この命に代えて恨みを晴らす。復讐に燃える男が利用するのはかつてファブルが救えなかった少女。絶対罠だよ。あの時涙を流していた。責任や。普通ってのはそういうもんやな。早く吹っ飛べよ。ザ・ファブル。大丈夫？大丈夫や、問題ない。